はさやびまる熱帯ということで、今日もですねトラゲやっていくんですけども、今日はちょっと面白いてか強いよね、これ多分強い編成をちょっと考えついて、まあ、1回だけねさっき言ったんですけどなかなか良かったという感じなんで、説明していきたいと思います。まあ、このペニーのとこは別に何でもいいんですけど、ローサとねサンディ、これがねバカ強いんですよ。名付けてあ喜劇編成、喜劇編成、はい、俺ですね。まあ、とりあえず、草を生やすじゃないですか、ガジェットで。まあ、エメハンだから、サッカーみたいに消えたりしないですよ。だから、エメハンで、まあ、草生やして、で、移動するっていうか、多分サンディのウルトが溜まった時に使って、で、まあ、どこでも消えてるぞ、みたいな。草から出て他の草にも行けるよ、みたいな感じの編成です。で、しかも、サンディのウルトが回復で、ローサも回復するんで、毎秒450。バカ強いっていうね、もう本当に知らない編成になってると思うので、ちょっとそれをね見ていきたいなと思います。レッツゴー、さあ行くぞ、行きまーす。壊すやつらはまあいたとしても、サージいてもそんな痛くないんじゃない。じゃあこれワンチャンス、あんま貯めたくないから俺ちょっとあんま出ない、これマロニーちゃんちょっと任せて。オッケーオッケー、真ん中取れるぞこれ。オマジで強いかも、見てこれ、やばい、勝ってる、勝ってる、ウルト溜まりました。俺真ん中つなぎました。あー強い、はい、消え消え、ちょっと待って、もうちょい左だったら俺回り込んで M されたの。まあいいや、あちょっと待って、俺持ってるからちょっといけないんだよね。しかし、もうこれだけで強い。やば、マジか、これ、えぐ。やばい、やっぱペニーにしよかった。やばくないこれ。ローサを怖がってるからさ、こうなるんだよね。やべえ、あ、取っちゃった。取ったらバレるっていう。マジで強いじゃん、これ。やばいやばいやばい。もう、ほらほら見て、ウルト使ってんだけど。うわー、強え、あえて何もできない。ちょっと感動してんだけど、俺。だってここにいればいいんだよ。やば、マジか。はい、サンディ倒しておきました、先に。オッケー。マジか、バカついじゃん、これ。やばくないこれ。いい、いい、めっちゃいい。めっちゃ強いんだけど、これ。やべえ、もう、1個目サムリになっちゃうじゃん、今の。マージェリに勝てたんでかい。うん。他もあるんすかね。そんなないか。うん、おーし、あー、でもブロックがね、100% 壊されるね。無理っすよね、これウルト使わないで。まあでもこれ僕サイドなんだけど、押してます、押してます、ね、ナイスすぎで、こっち投げる。はい、来たー、もうこれよ、これ強すぎ、マジでこれやべえな、もう感動、これ本当に強いと思う。俺もそこの中できちゃうもん。あ、バレてる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 、上行く、待って、あ、バレてる、バレてる、あ、溜まった、あやばい、あ、でも、言うて言うて、はい、サンキュー、はい、サンキュー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 、はい、はい、下にね、タマプラザがいるね。いや、あれ任せるわ。前見たき、上いるんで。結局強いっていうの、でも。もうこれ誰が見たか分かんない。俺。やべえ、マジで。1個ちょっと。ブロックの時、ガジェットちょっと。まあでも、初手段の押せるのやばい。死んでもいいからさ、ウルト溜めてっていう。OK。てか、俺も取れるわ。はい、強い。はい、強い。はい、強すぎる。ここにいていい、ここにいてみていい、いいっすよ。ドキドキ。お前、そこに行くな、そこに行くな。はい、いや。マジでおもろいんだけど、これ。やーべえ。ドキドキだったけど、はいとか言って。試合行こう。トマスでちょこんって残ってるのが良さそう。なんか可愛い。可愛いけど、なんか、
あの編成的にな、まあなんかこれの編成をまず大きくするんだったらちょこんじゃなくていいかな。いった、いってん、やばい、いった、あ、クソンだよ、もうやる、いった、言うか、言うか、言うか、ちょっと待って、何でしょう、オッケーオッケーです。はい、サンディ強い。これ、俺が上がれる。サンディ強い。え、固まってんじゃん、こいつら。マジじゃん。もう、やばい、来てる。俺、下がるよ、これ。下がって、頭を受けよう。下がったら、つけなきゃ。あ、やばい。お前、やばい、やばい。すごいな、お前たち。使えると欲しいな。でもこれね、マジティックやべえ、ティックやべえ。で、下がれるそれ。やばい、大丈夫。いや、下がりますね。下がるんですティックがさ、ちょっと俺いいや、死んでもいいから決める。あ、これあはははまあ、いいやばい、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 よかった、よかった、やっとれます、無視する。なんかあるそこ、これめっちゃある。オッケーオッケーオッケー。ラッキー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 。いやあれちょっとな、なんか壊さないようにしたい。うん、結構俺は考えてたんだけどな。うん、オッケーオッケーオッケー。しかし強い。ティックちょっとうざかったね。だから左右にあの、うん、ウートをばらい、あのばらけてたらもっと広がってたの、移動範囲。うん、オッケーオッケー、エアボーがいる。オッケーオッケー。で、なんかいつも同じとこつなげてたけど、別のとこつなげてみたい気持ちがあるが、しかし。オーケー。ちょっと一旦すぐ。どうですか。うん。やばっ、危なっ、ナイス、あ、オッケーオッケーオッケー、セーフ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 セーいいね、いい、マロニーちゃんいい。やっぱエメハンは時間稼ぎできるのほんと強いから、そうなった分ね、この編成マジで強いと思う。よし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 、マジで強い。見えてないもん。バレ、ま、あ、またバレてない。いや、こっちだ、こっち、こっち、こっち、はい、ああいいね、そうそうそう、フェイントね、ペイント。はい、ということで、一応ね、こんな感じで、編成紹介。ちょっと挑戦したね、今回は。挑戦してみたんですけど、ま、なかなか強かった。俺びっくりした、正直。こんなね、うまくいくとも分かったんで、ぜひとも、使ってみてください。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と、高評価を押さないと、ちょっとね、不幸が起こるかもしれないんで、今のうちに押しといてください。それではやっていきます。皆さん、それで、バダーファイ。